お疲れ様です。いや楽しかったな。なんか多分もっとこうボケたりしたかったんでしょうけど、いろんな話をちゃんとボケずにしてくれましたね。今までだからちょっと立ち話みたいな感じで何回かは喋ったことあるけど、その時はやっぱガンガンボケてくるからしっかりした話はできなかったんですけど、ちょっと飲みながらいろんな話を聞けて人となりも分かったし、さらに今後が楽しみになりましたね、はい、愛される人だなと思いました、はい。どうも、ロッチのコカド健太郎です。来ました。数珠つなぎ刺し飲み、今回で4回目ですね。こちらはですね、ホストが刺し飲みしたいゲストを指名し、お酒を飲みながらトーク。ゲストが次にホストとなり、誰と飲みたいかを指名、数珠つなぎ形式で刺し飲みをしていくという企画でございます。今回4回目ということで、これまでは二人静香のカリコルとエドマリー角井が1回目やって、で、角井が菅ちゃん最高ナンバーワンパーティーちゃんを呼んで2回目。で、菅ちゃんがコカドを呼んでくれて3回目で4回目となっております。で、こちらはですね、Apple Podcast、Spotify Podcast で音声版コンテンツを配信中、ぜひ聞いてみてください。さあ、それでは今回のちょっとね、まあまあ隣の席が近いので声抑えめで言っておりますんで、よろしくお願いします。今回、コカドがどうしても差し伸びしたいという方、こちらでございます。はい、こんにちは、大貞治です。あ、間違えた。いや、最終的に、はい、あのボケた後名前は言わないと。あ、そうなんです。この前だったら大貞治になってまうからあ、そっか、うん、なんか恥ずかしくなっちゃって、恥ずかしくなっちゃったね、名乗ることが本当の。そうそう、ほんで、はい、いつも元気いっぱいでバーンって大声で言うタイプでしょ、はい、はい、そうです。それやのにあんまりちょっと出せないというか、はい、抑えめって言われたから、はい、調子出へん。正直調子出ない、ごめんなさいね。いいんです。でもいいのいいの、これは普段飲んでる感じでやりたいから、そのオンよりオフの方がいいから多分ね。なるほど。だからオフでこういう店来て、はい、結構隣と近いっていう時、はい、の時のシチュエーション、の時の感じでいい、そのままでいい、いいんで。でもなんか売れてないのにオフ出すの変、キモくないですか？じゃあ別に関係ないから、そんな売れてる売れてないとか。本当ですか？名前教えてもらっていいですか？はい、ごめんなさい、そうですか。改めて、運命と3年目、足腰元気教室、内田スペシャルハートミーです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。3年目な、俺ほんまに何も知らんねん。ですよね。だから普通にな、喋ったりはするねん、会った時に。はい、で、何回か会ってるけど、はい、詳しいこと全く知らんから、はい、ほんで今回さ、誰とでもいいって言うから、ほんまに、あんま喋ったことない人がいいなと思って、で、一番喋りたい人、第一候補で言ったら、いけますと。いけるに決まったじゃないですか。ありがとうございます。ください。ちょっと飲みます。はい、飲みましょう。とりあえず。だから、はい、ほんま、初歩的なことから、もう、教えてほしいねん、今日は。え、まあ、私、だって、コカドさんの初歩的なとこを知りたいです。今後は先輩後輩で、ね、弟子、師匠としてやっていきたい。いや、そんなことないよ。なんで弟子、師匠なんのよ。俺が弟子な。はい。師匠。すみません。何飲むん普段？私はレモンサワーとか飲みます。おー、ビールからとかじゃないんや。あ、でも先輩がビール飲むときはビール。いや、もうそんな、すごいね。珍しいね。今そんな芸人さんってあんまおらんやん。先輩がとか。ああ、でも関わってる先輩が多分そういうのを先輩だと思うし。おー、そうなんや。俺も全然、好きにやってもらいたいから。あ、本当ですか？一番好きなのは何なの？え、パインサワーです。一番好きなんだ。一番好きなのがパイン。たまたまあったけど、はい、あんまないよね。はい、パインサワーがあると思って、あ、頼みたいと思ったんですけど。あ、じゃあいいよ。あ、やっぱこの、ちょっとフレッシュな感じがいいんや。はい。3年目なんで。3年目なんでな。ちょっとじゃあ僕、はい、どうしようかな。俺もじゃあ、パインサワー行こうかな。え、本当ですか？優しい。ありがとうございます。すいません。あ、ビール。ビールかい！パインサワーも、パインサワーとビール。生ビールを。ちょっと、ごめんなさいね。なんか急に。ごめんなさい。申し訳ない。ちょっともう本当に意味は、いや、絶対だっておかしいじゃん。初めて会った店員さんに、ようあんなこと言うな。いや、だから私も恥ずかしいと思いながら言いましたよ。
伝わんないよなと思いながら、ビリかいビクってしてはったで。そうですよ、うん、恥ずかしい。ダメだよ、そんなことそっちですよ、ダメなのは。いや、だから オフでいいって言ってるやんか、今日。もうボケないでよ、じゃん。ボケてくるからじゃん。楽しくないですね。オフ、オフ。あ、でもオンの時でもそうやってんもんな。あ、そうです。多分オフでもこういう感じです。ご飯どうする？え、頼みましょう。ここは何のお腹空いてるんですか？めっちゃ渋いね、なんか。あ、酢の物とかいいですね。私、酢の物大好き。酢の物どこ？ここにあります。酢の物があるのか。あ、ほんまや。わかめ。これなんていうの？キュウリ。キュウリ読めないのって、ギャップ萌え。ネタ書いてるの。わかめ、キュウリ。メカブの。スペシャルハータミン。ねえ、そう、欲しいよ、その芸名。ちょっとやめて、なんか変なもの、変なになる。何だよ。変なになるからやめてください。何をやめるんよ。ちょっとやめてください、その、ちょ、わかめきゅうりメカブのスペシャルハータミンで、はい。それやめて、その、もらいたくなる、その芸名。もらいたくなるってないやね。間違えたよ、恥ずかしい。わかめきゅうりメカブの酢の物。はい。あ、お刺身行きましょうよ。あ、お刺身もらう好き？大好きです、お刺身一番好き。あ、一番好き。はい、じゃあ、盛り合わせにしましょうか。え、ネギマ？いらないですか？いるいる。とりあえず2本でいいです、ね。ネギマ、はい。ほんで？そんで、揚げナスのそぼろあんかけ。あ、いいよ。頼、はい、欲しいのもう一個頼んで。いいですか？何でも。どういうのを食べんやろうっていう。あ、なります。ごめんなさい、うん、時間かかって。もうすぐです。はい、もうすぐ出ます。せーの。イカとホタテのシューマイ。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい。はい、数珠。これだけはもう、やらな、怒られるから。わかりました。これ以外は何でもいいねんけど、これだけは。あ、そうですか。いい匂いする。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいもの。じゃあ、はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。数珠。数珠。恥ずかしい。ほんまに名前と、さっきほんま3年目ってことが分かったぐらい。そうですね、小田さん本当に。変、なんかさ、喋ってる時間結構さ、そんな短くはないやん。そうです。でもなんか身のある話したことないねんけど。したことないです。私がでもかかるから。ああ、そうか。はい、だからちゃんとした話をしてないねん。したことないです。なあ、ちょっといただかせてもらいます、はい、いいですか。めちゃくちゃうまい。めちゃめちゃうまいで。食感。何これ、なんかさ、ふわふわの柔らかい卵の中にさ、シャキシャキした、なんか、うん、聞こえる？シャキシャキしたなんかね、食感すごいいいもんが、入ってる。どっちか喋ってないか。かかっちゃってる。かかっちゃってる。ダメだ。だってかからんで。はい、ごめんなさい。ちょっと食べてみて。はい、いただきます。え？一口や、すごい。一口でいった。厚焼き卵焼きかと思えば、茶碗蒸しのようで、うん、でも卵っていうのは間違いなくあり、で中に出汁が入ってて、うん、で、上にアクセントで卵。魚のね。卵と卵のコラボ。魚の卵ってイクラのこと？はい。変な表現。イクラのこと、魚の卵って言ったん？ちょっとやめよう。ほんま、はい、わかりました、ごめんなさい。もう年齢も分かってないから、はい。一回当ててみようかな。当ててください。26。違う。もっと上？もっと下？もっと下。もっと下？あ、そうなんや。22。1個上です。あ、24。23。23。なんで2の次は4？あ、じゃあ大学卒業して渡辺の養成所や。そう、短大卒業して養成所入って。あ、そうなん。じゃあさ、働いてないんや、その。そうです、社会人経験ないんです、ね、やってないんや。あ、ほんまにフレッシュやね、じゃあ。そうなんだから、結構バイトとか全然今でも飛んだりとかして、ね、飛んでんの？はい、なんか何してんねん、はい、何で飛ぶねん、連絡しろよ。ごめんなさい、なんか売れたと思って飛んじゃったんですよ。なんで、いや、売れたと思っても連絡してやめえや、はい、で、飛んで、うん、で、次の日に飛びますって連絡してやめて飛びました本当に飛ぶ宣言したんや。飛ぶ宣言してから飛びました、うん、それも、やめますでよかったよ、飛びますじゃなくて。そうなんですよ今もバイトしてんの？じゃあもう一回。今もしてます。もう売れなかったので。ほんまに、じゃあめっちゃ早いやん、テレビ出るの。いやいやいや、もうなんか運が良かっただけですよ。いや、なかなかなくない、そんな早いの。
3年目でさ、深夜の蜂蜜。そうです、ありがとうございます。すごいね。いや、嬉しいです。俺初めてちゃんとテレビ出れるまで十何年かかって、3年目で。でも十何年の中できっとなんか経験したから今こう長続きしてるじゃないですか。売れ続けてるじゃないですか。売れ続けてる。あ、まあそうやな、地に足つけてというか。ですよね。私多分一発屋だと思う。もしバーンといったら、うん。じゃあ、はい、相方と、はい、ごめんな、昭和的な。全然もう むしろそっちの方。のえ、もちろん、ね、昭和的な話して当たり前じゃないですか。だって誰も知らないんですか、私のことなんか。相方と養成所っていうか、その渡辺のスクールで出会ったの。そうです、そうです。渡辺のスクール時代がコロナ真っ只中で、でリモート相方探しっていう、リモートでもズームで相方探しイベントがあって、どうやってアピールするの？あのビジュアル？ビジュアルとかもう本当画面映る中で、うん、あのその相方が一番普通の見た目じゃない女の子だったんで、なるほど。もうあの女の子の中で選んで、そうですね。めちゃめちゃ。おもろいよな、相方のビジュアル。あ、ありがとうございます。なんかさ、あれ決めてるやん、あの服。はい。ロンティーに無地の T シャツ。ボーダーやったっけ？ボーダーのロンティーに。そうです、そうです。黄色の無地の T シャツ。無地の T シャツってさ、はい、あれ何？私わかんないですよ。あれあの、決めた服にしては、うんうん、変すぎるわ。あんな人おらんわ。はい、あれ何？あれはなんかよくわかんない。養成所の時からずっとあれなんですよ。初めて舞台2人で立った時からずっと2人衣装変わってなくて。うん、それやったらもう毎回変えててもいいよ、別に。別に T シャツでも何でも。あれで決めるっていうのが変やわ。あれが一長蘭。へぇー。ほんだらもう一組しかやってないんだな、はい、今の足腰元気教室だけなんや。そうです。もうほんまごめんな。あの、コンビ名なんなん？ね、気になりますよね。いや、めっちゃいいと思うけど。ありがとうございます。なんか2人に合ってるから、なんか、うん、嬉しい。なんかコンビ名決めるときに、うん、なんか相方が、うん、相方なんて名前なの？黒沢って名前なんですけど、うん、はい、ひらがなで黒沢なんです。ああ、いいね、はい、うん、黒沢がなんかあ、コンビ名考えた、マイウェイって言ってきたんですよ。なんか、めっちゃええやん。めっちゃええやん。マイウェイめっちゃええやん。だって、デバイス流れて、マイウェイって言って。マイウェイ言うて。何その歌。何ですかそれ。びっくりした。マイウェイ知らんの？でれん、でれれれれ。そっちのマイウェイ知らないです。マイウェイ、あ、フランク・シナトラや。フランク・シナトラの、ほんま1950年ぐらいの、60年とか。ねえ、の曲。おしゃれですね。うん、ボケたのかと思った。ボケたのか、ジェネレーションギャップありすぎてな。はい、うん、ほんで、マイウェイって黒沢が。言ってきて。言ってきて。で、私、でも、絶対嫌だと思って。うん、で、私めっちゃかっこいいのに。めっちゃかっこ悪いじゃないですか。マイウェイって言って。はい、どうも、マイウェイです。お願いします。めっちゃかっこいいじゃないですか。だから、なんかその時、荻窪のルミネで、うん、おじいちゃんとかおばあちゃん習い事の、なんか、ああ、そういうこと。そう、そこで、なんか、掃除とか、机を運んだりとかするバイトしてて、うん、で、そのスケジュール帳の中に、うん、そういう教室名があって、足腰元気教室って。ああ、なるほど。で、それ、あ、嫌だ、前も嫌だ、これでいいや、って足腰元気教室になった。そうです。だから勝手に使ってるんで。全然違うやん。はい。黒沢びっくりしてたやろ。うん、そうです。なんか、マイウェイが良かったみたいな。勝手に、マイウェイ黒沢にしたらいいんだよな。あ、で、芸名をですか。芸名をな。そんなにマイウェイが良かったらな。マイウェイ黒沢いいかもしれないですね。でも、いいよね。足腰元気教室。ありがとうございます。んで、内田スペシャルハータミンは何なの？内田スペシャルハータミンは音で決めました。なんか足腰元気教室のうちでスペシャルハータミンですって言ったらなんかウケるかなと思って。いや、音で決めるとしてもスペシャルハータミンって何なの？なんかわかんないけど、なんかアメリカ人みたいなのしたくて名前。スペシャルハータミンでした、はい、アメリカ人みたいにしたくてつけたとしたら下手やな。なってないもん、アメリカ人みたいにスペシャルハータミン。おらんでハータミンとか。なんかギリいけないですかね。いや、いいけど、なんか全部がインパクトあるよね、はい、ありがとうございます。コンビ名も、芸名も。はい。結構しっくりきてます。ビジュアルも。嬉しい。全部がインパクトあるからさ。だんだん分かってきたわ。え、本当ですか？うん、普通に喋り始めたら、全然喋り始めちゃうんで。いいよ。もう一個めちゃめちゃ初歩の質問していい？はい。
なんで芸人になられたんですか？でも本当に面白いからです。あ、学生時代から、はい、もう面白かったんや。面白かったんです。はい。いつから面白かったの？小学3年生で面白くなって、うんもう急に？はい、急に無職な。きっかけは？そうなんです。きっかけはなんか、芸人になろうと思ったんですよ、そこで。3年で？小3で？で、うん、なんか小4の時に、出身が広島って言ってるんですけど、もともと兵庫にいたんですよ。うん、兵庫に小学3年生まで行って、で、小学4年生で広島行って、うん、で、小学4年生の時に、変なツッコミしたんですよ、小学4年生の時に、うん、女友達に。うん、したらなんかちょっと、友達いなくなっちゃって。え？変なツッコミしたら。何したん？なんか、コンビニでジュース選んでるときに、うん、その友達がなんか、あ、このジュースなんてどう？って言ったときになんか、うん、いや、自分で選ぶわみたいな感じで、ツッコんだんですよ。そしたら、次の日から友達いなくなっちゃって。この、小4やろ？はい。小4で友達が、このジュースどう？って、うん、自分で選ぶわ、自分で選ぶわみたいな。なんかその別に怒ったわけじゃなく。ツッコミ？そう、ツッコミで。広島の人ってあんまツッコまへんやろ。はい、あ、そうですね。なあ。そうなんです。で、引っ越したばっかりで関西弁だったから。ツッコミは思えへんもんな。いや、そうなんです。だから。広島の人。多分。で、その友達。急に怒られたって思う。そうそうそう。で、変な空気になって、あれと思って。友達おらんなった。そう、友達いなくなって、うん、でもすぐまた友達できたんですけど、うん、なんかそっからなんかその友達いない期間が1ヶ月ぐらいあって、その時になんか周りの目をいっぱい気にするようになっちゃって、したらなんか、面白い件、周りの目を気にしながら面白いっていう人になりました。あ？何？面白い件？はい。面白いけど、なんか、周りの目を気にしちゃうタイプの面白い。の面白い。はい、めっちゃいいやん。空気読める面白いって。でも、いうことやろ。はい、でもこれはいいように言ってるだけで、うん、実際めっちゃ人の目を気にしちゃうので。あ、そういうタイプだ。はい。今も、どんなことでも。どんなことでも。だから今も、なんか、小田さん。ああ、そうなんや。なんか、はい、まあ、ついこの間、暴れる君が、それ言ってた。はい、まあ、病気なんかなって思うぐらい、人の目を気にするんですって言って。確かにさやね、暴れるってさ、一緒に遊びに行っても、もう、こうやって。へぇー。あ、そういう系の。で、俺ら二人撮ったらさ、写真撮ってくださいとか言われるやん。はいはいはい、で俺も全然、ああ、いいよいいよって言うんだけど、暴れるは。あ、いや、あんまり。なんで撮るんですか？へぇー。なんでかって言ったら、出だしの頃から、もうほんまにこうやって、もう調べんねんって自分で。うんうん、うん。エゴさして。エゴさしたら、もうめちゃくちゃ言われてんねんって、へぇー。初めから、うんうん。それも気にしまくって、もうみんなが俺のことをそう思ってんねやって思って。そうなんだ。みたいなとこあんねんって。へぇー。ほんで、小4から、もう面白いっていうキャラで、周りの人も認知して、ガッツクラスの。そうですね。なんか割と多分、面白い人になろうとはしてました。面白いと思われたかったんですって。珍しいな。男やんな、それ思うの。ただまあ確かに。でも女芸人ってみんな男性能だと思うんですよね、私。あ、笑わせたいって多分、男性的な考えだと思うんですよ。んで、共学ずっと。女子校でした。ああ、ぽいわ。そう、女子校で売れたんですよ。はい、あ、女子校で売れたんや、はい。もうこんな面白い人おらんってなって。そりゃそうやわ。女子校の中でめっちゃ売れて、私が、その女子校の中で。そういうことか。はい、丸山礼もそうやんな。あ、女子校の。そうだったっけ？女子校じゃない？学校の中でめちゃめちゃおもろかったみたいな。うん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 、そうですよね。あ、そのタイプね。そうです。割と女子校って、女芸人多いかもしれないですね。おもろってなって。もう毎日笑わしまくったんや。毎日楽しかった、学校が。高校生活楽しかった。楽しかったですね。みんな笑うから、何しても。うん、なんかそういうさ、高校のイベントごとあったら、はい、率先してなんかやって。あ、そうですね、体育祭とかでも。あ、何してるの、体育祭。なんか BGM が流れるんですけど、それをグラウンド、誰も行っちゃダメな空気、うん、誰も行っちゃダメなタイミングの時に、うん、なんか真ん中に行って、うん、K-POP を踊ったり。うわ、おもろ、はい、そんなん、クラスメイトそんなんしたらもう、はい、もう大爆笑やろ。そう、当時は。今やったらなんか滑るんですけど、で面白いでもう人気者になって、はい、短大もそう、短大行っても短大行って笑かしまくって笑かしまくって、でもうみんなが笑うもんだから、あ、じゃあもう芸人になるしかなろうと思ってなりました。まあ今芸人になったらいいよ言って、はい、うん、やっぱちっちゃい時からなりたかったんで、でもなんかその間になんか就職しようとしてたんですよ、私。無印で。なんで？私、無印が一番オシャレだと思ってて、この世で。その当時。
そう、無印に就職しようと思って無印でバイトしてたんですよ。で、無印でバイトしてて、その同時にお肉屋さんでもバイトしだしたんですよ、うん、掛け持ちで、うん、そう、お肉屋さんがなんか、あなた、あの、お肉屋さんに就職したら自分のお店持たせてあげるよって言われて、自分の お肉屋さん、はい、自分のお肉屋さんが持てるんだって、でそこで服とか売ってもいいしとか言ってきたんで、なんか私短大でアパレル習ってたんですよ。ああ、そうなんや。そうなんです。だからなんか服とか売ってもいいしとか言ってきて、なんか無印で働くためにアパレル行ったの？もともとビームスとかでも働いてたくて、ビームスと無印でどっちか迷って、半分になりやがった。そうですね。ああ、そうなんや。そうなんです。で、あ、じゃあ私お肉屋さんに就職します、自分のお店持ってるんだったら、うん、かっこいいじゃないですか、自分だけのお店持って。聞いたことないな、お肉と洋服売ってる店ですよね、うん、私なんか自分で全部できるんだと思ったらかっこいいと思って、うん、無印にそのまま行って、うん、すいません、お肉屋さんになるので無印やめますって店長に言ったらなんかちゃんと言って、そうで、店長は私が無印の社員になりたくてバイト始めたの知ってたんで、いや、あなた最初になりたかったそれだったのって言われたんですよ。で、あ、最初になりたかったら何だっけ、友達の君が芸人だったのと、めっちゃ戻った、うん、そう、戻っ、めっちゃ小3まで戻ったのと、うん、あとなんかその時もやっぱ短大でも売れてたんで、うん、あ、じゃあやっぱあんま売れてたって言わへんけどね、人気者やったっていう、売れ、うん、売れへんってあんま短大でないから、あ、そっか、うん、失礼しました。いえいえ、うん、なんでなんか、まあ、じゃあやっぱ芸人になるべきか、後悔ないようにいきたいと思って。なるほどな、うん、お肉屋さんになる、となるって言って無印の店長に辞めますって言って、はい、いや、あんたこんなことしたかったんじゃないでしょ、そうそうそう、って言われて、あ、私したかったこと何やったっけ、あ、芸人やってなったよ、お肉屋さんでもないってなったよ、はい、なんかいろいろ、なんかすごいな、それよくわかんない、なんかいろいろ重なったんですよ、だいぶなんか戻ってなあ。いえ、そうなんです。なんかでもよかったな、うん、その店長に言ってもらって、はい、そうなんです。ちょっといただきます。すいません、私ばっかり喋ってもういいか、自分こっちの星でも行こう。はい、美味しそう。何から行くんですか？私やっぱマグロちゃん。マグロちゃん、はい、どうぞ。すいません、失礼します。いただきます。美味しい。うーん、いや、美味しい、マジで美味しいやん。なんかめちゃめちゃですね。めちゃめちゃ、はい、あんまそんなちょっと言わん方がいいです。ごめんなさい。めちゃめちゃとか、こんな美味しいもの。舌触りがいい。あ、舌触りいいよね。すいません、私、結構。すぐかかっちゃうんですよ。かかりませんか、先輩です。さんまさんとかとご飯行くときかかんないんですか？さんまさんとご飯何回か行かせてもらったけど、ほぼさんまさんが喋ってるから。あ、そうなんですね。すごい。え、もうずーっと喋ってるんですか？ずーっと喋ってる。さんま御殿より喋ってる。さんま御殿より、うん、あの普通の焼肉屋とかで。へえ、はい。割とじゃあもう相手側の情報は別に興味はない感じなんですか？相手側の情報はさんまさんがボケるための振り。へえ、面白い。だからさんま御殿やったらエピソードいっぱい聞いたりして、はいはいはい、さんまさんも喋ってやん、うんうん、もうそのエピソード聞くとかもないから、振り聞いたら振りにしてブワーボケるから、そのはー面白ー、すごいですね。面白いよね。だからあんまこの俺はその書かれへんしょんで、書かないですね、うん、先輩と行かせて、まあ、そうですよね、芸風的にもそのかかる系の芸風じゃないですもんね、かかるさんって。かかる人ってさ、はい、家帰って一人暮らし？シェアハウスしてます、友達と。え、芸人の？そうです。あ、いや、もう芸人じゃないんですけど、どうぞ。そうなんや。家帰ってさ、一人になった時どんな感じなん？そのうわーってやったら帰って。あの、その日のことを思い出して、頭の中で考えるじゃないですか。うん、で、嫌だったことを思い出しちゃうんですよ、滑った時のこととか。で、あの、これを考えたくないってなって、こう、頭の中を飛ばすんですよ。こんなこと考えたくない。そうそうそう。でもさ、戻ってくるやろ、ブーメランみたいに。そう、そしたらまたこう戻ってきて、また考えてくってやっての繰り返し、うん、だからずっとなんか動いてます。あのさ、マイナス思考なんや。あ、そうかもしれないです、もしかしたら。なあ、良かったことより悪かったことを考えんねや。そうですね、受けた人の受けたこと覚えてないですね。滑ったことも忘れる。マジで大変やな、それって。そうですね、このギフだと結構大変よな。滑って多分何本ぐらいな感じなんですけど、ほんと滑るのだ、無理なんです、ね、滑るの無理、はい、嫌い、滑るの嫌い、滑るの嫌いで、目の前で滑ってる人見てもなんかこうやってあのこう頭の中飛ばそうとして、うん、自分が滑るだけじゃなくて誰かが滑ってるのも嫌いなんや。そうですね、なんかうわーってなっちゃう、現実逃避だと思っちゃう、滑るのは嫌いなんや。そうなんです、空間が結構もうパインサワー頼もうかな。
え、パインサラダ食べましょうよ、一緒に。美味しい、それ。美味しいですよ。なんかパインの、パイン風味。パイン風味。パイン風味、苦め、みたいな。なんかよくわかんない。パイン苦めちゃうやろ、絶対。お酒の苦みあり、みたいな。合う、この料理にパインサワー。本当に合わないです。ごめんなさい。そうよな。はい、合わへんよな。はい。唐揚げとかやったら合うかもしれない。ですね。頼む、これ頼むんで。すいません。黒霧のソーダ割りとお水ももらっていいですか。はい、え、え、いや、俺、お水も一緒に飲まなあかんね。あ、違う違う、パインサワーじゃないんだ。いや、合えへんやん、だって。お刺身に、お刺身にパインサワーって、世の中で一番合えへんのじゃ、はい、ミロかパインサワーや。お刺身に合えへんランキングで言うたら。恥ずかしくなってきた。なんで恥ずかしい。なんかこれ、モザイクかけてください。恥ずかしいのは、うん、ええんやろ。滑るのが嫌いやろ。恥ずかしいのも嫌い。恥ずかしいのは好き。好きなわけないやん、恥ずかしいの。何が一番恥ずかしいん。こういう素敵なとこ見られるの恥ずかしいですね。素っていうか、普通に喋って、なんか普通に喋るの恥ずかしい。ごめんな、今日はでも普通に喋ってほしいから、はい。はい、ですよね。うん、なんか全然嫌じゃないですけど。嫌じゃない。嫌ではないです。でもなんか、嫌ってなりますね。恥ずかしい。恥ずかしい。なんかボケときたいやん、ずっと。そうですね、面白いと思います。これ根っからの芸人さんやな。誰に憧れてとかあんの？ないか。自分が学生時代売れてたから。そうですね。だから誰で憧れてとかじゃないか。そうですね。だから困るんですよね。そういう、そうやんな。オーディションとか聞かれた時に。別にいいよ、別に。そんな、うん、言わ、うん、無理やり言わんでも、うん。でもいつもスポンジボブって言ってます。おもろ、うん。誰に憧れて芸人になったんですかって言ってスポンジボブって言ってんの。はい。本当に、本当に嫌な顔されます。あ、いや、ほんま？はい。こんなおもろいこと言ってんのに。うん、首とかかしげられる。でも似てるよな、スポンジボブに。え、ですよね。なんかありがたいです。このさ、お笑い芸人な、はい、なってさ、男やったらなんかモテたいとかさ、はい、なんかほんまに大きい家住みたいとか、うんうんうん、あるやん。そういうのは何なん？このためにこうなりたいみたいなさ。ただただ、もう面白いことをとにかくずっとやり続けたい。というか、面白いと思われたいだけですね。ああ、そうなんや。そうなんです。だから、あんま良くないと思いますけど。なんで？いや、だって目標がやっぱないとあれなんかな。いや、いい、いい、そんな。何ですかね。面白いと思われたい。誰よりも面白いと思われたいってこと？そうですね、なんか。誰よりもってわけでもない。そうです、なんか、ジャンル、自分のジャンルを作りたい。ああ、めっちゃいいやん。なんだろうさ、はい、別にお金いっぱい欲しいとか。そういうことでもなく、うん、そうですね。あったら助かるけど、でもなんか面白いと思われたいですね。純粋ピュア芸人やな。あ、ピュア芸人ですか。ああ、嬉しい。ピュア芸人。ピュアか。でもいつか呼ばれるんですよ、私みたいな。やりたくない仕事とかあんの？こんなことしたくないみたいな。ないですね。なんか、うん、別にそういうなんか嫌なこととかないですね。ないの？はい。ありますか？逆に。え、何？美味しいですか？ごめんな。はい。ほんまのネギマやった。え？ほんまのネギマ。え、こいつ、ほんとじゃないネギマだと思ってたんですか？なんかその。ネギとマグロのネギマや。へぇー。うん、ほんとのネギマ。確かに、もも肉じゃないですもんね。うん。鳥じゃなかったわ。いただきます。うわぁ、ちゃんとネギと一緒に食べて。ええ。わ、ほんとだ。まあ、ね、マグロの方やったな。おいしい。好き、俺、ご飯食べておいしかった、拍手する子。よっしゃ今っていろんな売れ方があるやんか。そうですよね。YouTube から出てきたりする人もいます、ね。だって二十何歳違うねんからさ。はい、どうなってんの今のその感じは。私やっぱテレビ出たもん勝ちって思います。あ、テレビがやっぱいいの。やっぱテレビ。テレビで人気者になりたいの。なりたいですね。何、どんなテレビに出たいん？でもやっぱイッテ Q 系とか。ああ、似合いそうやな。でもそれぐらいしか合わないじゃないかな。確かにな。なんか海外とか行っても面白そうやもんな。そうですね、割と。渡辺って多いよね、その、やっぱ妹がおるからさ。そうなんですよ、妹さん。吉本はがっつり、まずネタで。そうですよね。どうにか世に出てっていう人が多いけど、渡辺はネタよりも、な、
ていうとこあるよな。ですよね。そっちタイプ多分そうだと私めっちゃ ネタ弱いんですよ、めっちゃ。M1 1回戦落ちてるんですよ。別にネタがやりたいわけじゃないんやろ、でも。でもネタで売れる人はかっこいいなと思います。すごく。ああ。だからザ・W とかも今年は出たんですけど、うん、一生懸命頑張ったんですけど、うん、準決勝で落ちちゃいました。準決勝行ったん？そうなんです、準決勝行って聞いてて。で、漫才やろ？漫才です。漫才だけ？漫才だけです。でもそれでいいよね。うん。決勝行けなかったんですけど、でもなんか、ザ・W、さらば青春の光、森田賞はいただきました。準決勝頑張ったでしょうみたいな。そうなんや。サポーター、大会サポーター。やっぱすごいな。いや、やっぱすごいねんって、だから。いや、なんかすいません、自慢したみたいになってすいません。いや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 。俺初めていつ会ったっけ？内田と。なんかの、ライブか、ライブの。です。あ、ウェルの時に、なんか MC してくださったんですよ、コカドさんが一人で。あ、その時に舞台上で初めて会ったの？でも袖ですね、舞台袖で初めて会って、しくしんきやす先生よろしくお願いしますって言ったら、なんかもう笑ってくださってて、なんか、いや、おもろいなーみたいな。その時ちょっと喋った？喋りました、喋りました。なんな君みたいな。うん。うちスペシャルアイテムですみたいな、ね。なんかその時の絡みで、もうなんか、次世に出る人なんやって思ったん。中岡くんともその後に喋ったやろ？そうですね。ベル終わりのなんかあれでな。ベルフェス終わりのうちで。で、私売れる、なんて、何やったっけ？そう、なんか中岡さんが、俺顔占いできる。顔占いできる。はい、顔占いできると、うん、その、うん、お前、この顔は売れる顔って言われました。ああ。そうそう。だから、中岡くんとも、その後、あれは売れるよな、みたいな。売れるっていうか、なんか、次出てくんねやろな、みたいな。なんでやろな。うん。うわ、嬉しい。もうキャラよな。だから、別に、さあ、俺らの場合はネタでどうにか世に出ようとか思ったけどさ、ネタで出るとかじゃないやろな。だから、ネタも別に世に出てどうなりたいかをそのままネタに出会って、うんうん、説明書っていうか、うんうんうん、でいいよな。そうですね。まあ絶対そんな、だってめっちゃすごいネタ作りたいわけでもないでしょ。でもなんか、なんか、うわぁ、ぽいねみたいなネタはやりたいなと思います。なんか最近でもネタかっこいいなって思う。あ、ネタかっこいい？はい、ネタやっぱかっこいい。だからロッチさんとかかっこいいと思います。なるほど。でも、今も一応きっかけはネタか。その世に出るための。全然そうだと思います。全部出てんの？あ、キングオブコントは出てないか。出てないですね。ザ・W と M1。M1、うん、なんかもう、あれですよ。アマチュアしかいない日に落ちましたから。いいですよね。え？アマチュアしかいない、周り。うん。もうなんだったら、お父さんと子供で出てる男の子とかが前にいて。うがうけど。で、終わりでなんかサインくださいとか言ってくれて、うん、ありがとうって言って落ちますから。うずやん。めっちゃ恥ずかしいんですよ。落ちたん？で、はい、向こうは受かってんのかな？多分、向こうは受かってんのかな。ああ、そう。アマチュア賞とか回ってるんじゃないですか。お笑いむずい？むずいです。むずいです。学生時代とやっぱ違う？学生時代とやっぱ違いますね。学生時代ってなんか、ね、何しても受けてましたけど。でも何しても受けそうやけどな。でもやっぱり、のさ、深夜の蜂蜜とかに収録で、うん、同じようなノリでやったらやっぱ全然、通用しないと思って。ああ、そう。そうです。だからなんか、本当に、あ、ここだと思う時でしか行けなくなっちゃいました。うわー、まあ、そうなんや。そうなんです。前まではなんかもう、バンバン行けたみたいな感じだったけど。なんか、なんかあんま良くないかな。なんか自分ってなんかキャラ的に。気にするからな。そうなんですよ。気にしちゃうんですね。行った方がええんじゃん。ですよね。そうしたい。別にさ、滑っても、なんか、痛々しくないタイプやから。あ、本当ですか？あ、よかった。ならよかった。滑ってもなんとか、その後のフォローでできたりとかさ、するから、大丈夫なんじゃん。黒沢はどんな人なん？はい、黒沢は本当におとなしくて優しい人。もうなんか言うことなんか全部聞いてくれるんで。そうなん、はい、あ、もう全部ネタとかも内田の考えたやつをやってもらうってこと？そうです、そうです。そうなんや。そうなんですね。7個上なんですよ、年齢が。あ、もう30前？そうです、もう30歳。30歳？あ、そうなんや。そうなんです。でもなんかもうすごい信頼してくれて、全ベッドしてくれてるんで、はい、たくさんいろんな芸能人合わせてあげたいなという感じ。なんやねん、なんやねん、その思い。聞いたことないわ、相方にいろんな芸能人に合わせてあげたいなと思う。初めて聞いたわ、その感情。
なんでな、芸能人が好きなん、黒沢は。芸能人が好きなんですよ。あ、そうなんや。芸能人のこと、芸能人さんって言う。あ、一般人さんやな、はい、じゃあ、まだ。芸能人さんと。あの子が一番変わってそうやけどな、あのファッション見たら。そうですね。なんか、意外と相方の方がっていう感じのタイプかもしれないですね。あるよな。でもなんか、あれです。私も、30歳になって売れなかったらすぐ辞めます、ね。え？うせやん。だってこんな面白いのに10年やって売れなかったらもう一生売れないですと。あ、そう思ってやってんの。はい、そう思ってやってます。あと7年あるか。でもはい、だから結構割と今は余裕ですけど。え、なんでな、他にやりたいこともあんの。ないけど、なんか私が30になったら面白くないと思うんですよ。すいません、やりません。いい、大丈夫大丈夫。すいません、先輩なのに炎上するかも。先輩に炎上するか。ナス注がせたって炎上する。ああ、そうなんや。はい。売れなかった時のこと考えたことありますか、自分が。売れる前。俺別に、その、売れたいみたいなのはなかったよ、一回も。お笑いが好きやったから、うん、ずっと。お笑いができてたら、別にいいなと思って。うんうんうん、でも、なんか、30、それこそ20、30前ぐらいに、バイトしながら10何年やっててんけど、バイト雑誌にな、見て、今、その時も、この、冊子みたいなバイト出しちゃって、あんとか、知ってる？タンワーク系ですか？なんかそういう、今ネットやろ、はい、これで探しててバイトを、はいはいはい。ほんなら、やっぱ30までってのが多かったん。バイトの年齢が。あ、バイトもなくなんねやって。ほんだら、お笑いできればいいなと思ってたけど、お笑いも続けられへんなと思って、じゃあ売れなあかんねやと思って、だから売れるみたいな、売れなあかんみたいな、その、続けていくために。へぇー。え、そこでなんか本気出したんですか？それなんか本気っていうか、なんかちゃんと向き合ったみたいな感じってことですか？売れるためのこともちょっとはしなあかんねんなと思って。なんかしたんですか？それで。うん。ネタですか？やっぱり。ネタ、そうそう、ネタで、あの、ツッコミに回って。あ、へぇー。わかりやすくしようと思って、ネタを。まずは、うんうん。誰も俺らのこと知らんしと思って。はいはい、んで、ギリ30で、レッドシアター始まったから、はい、耐えた。すげぇー。レッドシアターの時30歳だったんですね。うん。へぇー。29、30とか。だから、そこまで、売れないと、みたいなことでも分かってるな。そうなんです。心に余裕はあったんですね。ただ楽しんで。そう。だから別に相方と二人で、てっぺん目指そうなみたいな、そんな話したことないし。そういうことでもないでんな。でもなんか、俺もだからそのテレビに出だして、じゃあ冠番組持ってとか、もっと上にとかって言ってた時期もあるけど、はい、それって流されて言ってただけやねん。ああ。本当の自分の考えじゃなかった。流されてたのはもう周りが同じ、うん、周りがそうでしょ、そういうのが当たり前でしょみたいな感じで、そういうのが当たり前やと思って、前もう洗脳されて、でも一回30から、一回も40前ぐらいで、あれと思って、俺、そんな人やったかなと思って。でも約10年間はそれを言い続けたってことですか？うん、そうしなあかんねやと思ってて、仕事がいっぱいあった方がいいんやとかさ、うんうんうん、でもふと、40ぐらいで我に返ったら、いや別にお笑いが やれてるだけで俺は幸せやったのに、上に行かな幸せじゃないみたいな感じに、うんうんうん、なんか周りのこの流されて俺そうなってると思って、俺そんな人間じゃないのに、と思って楽になった。へぇー。ほんでもう趣味とか、ミシンとか。ミシンとか、そうそう。もっとお笑い以外でも楽しいことをいっぱいしたい人やから、はい、お笑いのために他のことはしたあかんと思ってた時期もあったから、そんな人じゃなかったと思って、すべてがほんでいろんなことをして全部お笑いに帰ったらいいなっていう感じやったから、すごい。それで、なんか考えが変わって、もうただただ毎日を楽しもうと思った。その30までに売れたいっていうのはさ、続けていくためにやろう。そうですね。なあ、うん。一応親とかなんかあるもんな。ああ、でも親とか周りと関係なく、自分のなんか人生的に。うん。でも面白いと思われたい。そうですね。からやってんやろ。うん。面白いとは思われてるやん、でも。周りの人には。まあ、それがもう、そっか。もう全国民に思われたいから。はい、日本全国民に。うん。面白いと思われたい。うん。でも今はそこに向かっていった方がいいんちゃう？そうですよね。うん。ありがとうございます。なんかワクワクするやろ？ワクワクします。
なあ、これどうなんねやろみたいな。そうそうそう、ワクワクします。あ、なあ、コーナーの方出た。もうこんな時間ですか。楽しい。でも2杯、3杯目頼んでからにしよう。じゃあ、はい、めっちゃいい回ですね。嬉しい。めっちゃいい回、嬉しいです。楽しいよね。楽しいです、普通にマジで楽しい。一瞬だってカメラとか忘れちゃってます。全然ボケなくなっちゃった。でもそういう方が意外とさ、 YouTube とか見れたりもすることもあるもんな。ね、YouTube ってむしろそっちの楽しみ方あります。孫を見るまで見つけられる。それ何？こうパインサワー。え、2杯目もパインサワーにした、はい、もう決めました。私も今日パインサワーしか飲まない。すいません、いいですか。パインサワーお願いします。はい、パインサワー。あー、パインサワー。はい、俺もあんま強くない。強くない？あ、強くないです、本当に。一人やったらまず飲めへん。飲まないです、麦茶飲みますね。麦茶飲むの？そんな珍しいことじゃないでしょ、麦茶飲む。いや、小学生やろ、麦茶飲む。何飲むんですか、ルイボスティー。だってさ、居酒屋に麦茶ってないよね。あ、まあ確かに。え、でもなんか、あ、家でご飯食べることが多いの？はい。あ、そのルームシェアしてる。そうです。あー、で、外で飲む人がおったら飲むぐらい、はい、そうですね、先輩とかと飲むときは飲みます。大酒ぐらいじゃないんや。全然です、もう。あの、本当に失礼なことしちゃうもん。何すんの、失礼なこと。本当だるがらみしちゃうんですよ。なんかウェルフェスの後の打ち上げとかで、あの、エマソン加納さんにだるがらみしちゃったりとかして。加納はでも全部受け止めてくれるやろ、実は。いや、すっごい受け止めてくれる。本当優しい。ありがとうございます。なんか彼女に聞きたいことあります？ないですよね。だって何やかないもん。誰ですかって感じ。芸人さんなんですけど、聞きたいこと、どんなことでもいいですよ。ごめんなさい、なんか色、好きな色とかでもいいですよ。でもなんか最近あった面白いこと。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。これだから、はい、もう俺3杯目、いつも2杯やから、はいはい、ちょっとパインサワーだけ乾杯しましょう。はい、はい、パインサワーに。ちょっとほろ酔いになってきたので、はい、私もです。質問、3つ質問できるんでしたっけ？ 3 つ質問。え、コカドさんが私ですか？そうです。そんな豪華な。で、1個は、ちょっと2個折れするから、分かりました。1個はさっきの店員さんの、はい。書くわ、一応。分かりました。嬉しい。こんなんさ、すごいやんね。うん、もう、一気にオンになってしまうね。そうですね。贅沢だね。店員さんからの。はい、最近あった面白かったこと。はい。なんか最近あった面白いことかったことを喋ります。はい、なんか、事務所から帰ってる時に、たまたま一緒になった、うん、ライブの作家さんと歩いてたんですよ。で、作家さん先輩なんで、うん、敬語でなんか、あ、そうなんですね、とか、うん、はい、はいって言ってたら、なんか前から、なんか、アメリカ人の方が、なんか、アフリカ系アメリカ人の方が、わからんやろ。自転車にこう乗ってきて、なんか、違う会話してて、はい、はい、そうですね、はいって言ったら、なんかその、アメリカ人の方が、なんか、はいって言ってきたんですよ。なんか私の、なんか、はいが、はいだと思って、なんか、はいってなって、はいってこう、すれ違ったっていう、面白いことです。嘘やろ？もう、本当です、これ。ほんま？本当です。先輩に言ってた、はい、はいが、向こう、はい、はい、はい、みたいな。なれへんやん、そんな。本当、ここ本当なのに、本当に、本当すぎて、なんか突っ込めなかったです、その時。あ、はいってなったらね。だって、チャリに乗ってるアフリカ系アメリカ人の人もさ、はいって言われるとなんか思ってないやん。え、でもね、多分、はいって言われる。はい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 。だって、はいじゃないやろ。はいはいはいやろ。でも、はいはい、はい、はい、なって。本当、これ本当なんですよ。本当に、これ原宿。最近、ありがとうございます。面白かったですか？面白かった。よっしゃー。なんやろな、別にな。何でもいいですよ。何でもいいやろ、はい。意外と、そういうことね。そうやな。贅沢ですね。コカドさんに質問していただけるなんて。そう？意外な質問するわ。はい。こちら。好きな男性タレントは？ありがとうございます。せーの。うん。超え。いやいや、はい、嘘やろ。もうマジなんです。あ、ま、その一番好きな男性タレントはって言われて、はいはい、なんか面白い大喜利として
答えたんでしょ。はい、答えました、すいません。そりゃそうや。マジのやつを聞きたいから。マジのやつ言っていいですか。うん、あの森山未来さん。いやマジのやつやん。ほんま翔英さんに失礼やで。ごめんなさい翔英さん。なあ。でも本当に胸板。翔英さん。胸板厚い人は好きなんですよ。あ、そうだ。でもマジで森山未来さんね、めっちゃ中性的なさ、はい、感じやん。ああいう感じがいいね。ちょっと一重っていうか。はい、そうです。で一重で髪の毛がち長め。今長め。長めの方がいいの。そうですね。でこう侍みたいにこう縛ってる人がかっこいい。え、うん、森山未来さんでもそうじゃない時のが多ない。そうですね。今の森山未来さん。今の森山未来さん。かっこいい。これビジュアル的に。ビジュアル的に。なんか意外やわ。本当ですか。マジのタイプはその人ですね。高校の時とかは。高校の時は高良健吾さんです。ああ、もう切れ目が好きなんや。そうですね。割とはっきりしてるな。そうかもしれないです。じゃあさ、恋愛する人もそういう人を選ぶの？わあ、恋愛する人は、そういう人選びたい。選びたい？選びたいです。あの、私、彼氏できたことないんで。え？一回も？はい。とか女子校やし。そうなんですよ。で、短大も。短大は男子おらんねや。短大男子いなかったですね。うわ、そうか。したいと思うの？いや、もう気づいた時にはなんかもうできない状況でしたね。したいって思う。なんでまだ24でしょ。そうですね。でも冬の夜とかは寂しいって思います。冬の夜はやっぱうちだもん。冬の夜は寒い日とかは、うん、そうですね、ちょっと人肌恋しいなって思うねん。そう、寝つけない夜の、冬の寝つけない夜はやっぱある。そうですね、寂しいと思うねん。寂しいと思うし、うん、やっぱ駅とかでここで待ち合わせしてるカップルとか見たらなんか、あ、待ち合わせしたい、思います思います。なんかデートとかしたいって思いますね。そういう気持ちもあんねや。ありますよ、もちろん。年上年下とかそういうのも関係なく。そうですね、年下はちょっとごめんなさい、年下ごめんなさい。いや、ごめんなさい、年下の方ごめんなさい。大丈夫です。24、23、22です。はい、ごめんなさい。うわーって思ってる人多分そんなにいないと思いますよ。カットでと思います。カット、いらん。普通にこうやって見てるわ。大丈夫です。大丈夫ですか。何の感情も動かず。え、恥ずかしい。わからんけどね、そら。え、ファンの人とかって、はい、その出待ちとか、はい、いてる？あ、たまにいてくださったり。あ、皆さん女性ですね、若い女性の方。全員女性？そうですね。男性は？男性の方、ほんと、受けないですね。ああ、そうなんや。はい、なんか、A マッソとかはさ、うん、どっちもいてるやん。そうですよね、すごい。男子も女子も。そうですよね。そういうことじゃない。そう。女子ばっかり。女子ばっかりですね。やっぱ女子校で売れたから。そうかもしれないですね。男子寄ってけへん。ほんと言ってこない。なんか、女芸人ライブとか、たまに呼んでくださるんですけど、うん、やっぱあの、露骨に受けないです、ね。そうなん？はい。お客さんが男多いからってこと？そうですね。ああ、女子に受けんねや。そうですね。で、女芸人のファンの方の、その男性の方とか、うん、みんなお菓子配ってくださったりするんですけど、あの、私たちだけもらえなかったりとか。ああ、そうなんや。でも面白いからいいんですけど。面白いからいいか。はい、全然。エピソード遠くなるんで、そういうことも。やっぱ、両方ある方がいい。幸せな家庭、旦那さんがおって、子供二人ぐらいおって、とかに憧れるとかはないの？今はないです、ね。ああ、別に、一人で最強面白い人間になって、うん、みんなから面白いって言われてる方がいいねや。うん、一番幸せ。ああ、そうなんや。でも多分、もっと28とか9とかになったら、もしかしたら変わってくるかもしれないですよね。まあ、わからんけどな。なんか結婚願望とかありますか？俺だからそういう結婚についてあんまりちゃんと考えたことないね。あ、だから中学の時とかさ、ちゃんと考えへんやん。考えない。結婚のことなんで。そのまま来てんねん。なるほど。で、高一でお笑い始めてやから。ああ。あんま、そうやね。高一でなんですか？そう、高一で NSC 入ったから。すごっ。エリートですね。エリートじゃあ、そっからすぐ売れたらエリートやけど、そっから十何年もバイトしかしてなかったんやから。でも、かっこいいです。もう分かってたんですよね、自分の中で。何を？お笑いするって。なんか。
ああ、でも別に、その、クラブ活動みたいな感じで。ああ、そうなんですか。あの、高校の3年間もやってたから。へえ。だから就職のこととかも考えたことないし。だから、人より俺考えたことないことが多いと思う。みんなが、あの、節目節目で考えてきたことを、何にも考えてない。だから、この大人になる瞬間瞬間っていうのを、でもやってないんやと思う。あ、でもなんかそっちの方が子供心忘れない大人って感じで最高。いやいやいやよ、うん、でもだおしゃれですもんね。なんか失な、なんか何かを多分犠牲にしてない感じがします。あ、何かを犠牲にお笑いやってない、うん、はい、本当自分の人生を楽しく歩んでいってる。いやいや、犠牲にしてたんやと思う。40な過ぎてからやと思う、はい、その犠牲にせんとこうっていうか。あ、そうなんですか。うん、お笑いが全てじゃないっていうか。あ、いろんなことの一個、楽しいことの一個がお笑いって思った。今もう 100% やろ。そうですね。な、俺もそうやったよ、23の時。あ、ちょっと最後のもう質問一個店員さんにあげちゃったからな、最後やな。一番答えにくいやつとかがいいよね、せっかくやから。めっちゃ答えにくいやろうっていう今の状況に、はい、うん、コカドの嫌いなところ。これ答えにくいよね。答えにくいっていうか、なんでないもん。嫌いことない、まあ、嫌いっていうか苦手なとこ。嫌いじゃない、苦手な。え、なんでそんなことすんの。こういうとこやめてほしいなとか、こうしたらいいのにとか。え、どうですか。うん、だからやっぱこの、やっぱ20以上離れてる人に教えてほしい、はい、え、その原因何でもいい、どんなとこでもいい。なんかずっとさっきから喋ってて、なんか、うん、やっぱなんかカットする部分とか分かってんのかなーっていう、なんか目の冷たさあり。あ、目の冷たさあり、はい、ここ使えへんみたいな、はい、いや、ない、ない、これ多分そう、全部使うから、これ多分。本当ですか。ほぼなんか変なこと言ってないとこは、うん、そんなないねん。この目の冷たさあった。え、なんか、ああ、じゃあ違ったかも、その目の。いや、わかる、言われます目の冷たさ。いや、俺は全く言われへんけど、そういうのを気にすんねやなと思って、やっぱり。気にしちゃう人なんやなっていう、そんなことないのに。和田さんの、でもなんか若手芸人家に呼んだりとかしてるじゃないですか。でもなんか若手芸人仲いい人いないっていうのは悲しかったと思う、見てる若手芸人。ああ、家来てる人とかな。でも家、だってコカドさん家行けたっていう時点で多分若手芸人はイエーイ。いや、そういうの若手芸人も、若手芸人から先輩に誘う、俺もできへんねんけど、はい、なかなかできへんこない、先輩誘うって。あ、先輩は誘う、ご飯行きましょうとか。確かにできないですね、めったに。まあ、めっちゃ勇気出して。いや、そうやんな、俺も無理やねんけど、はい、だから俺から誘わなあかんねん、多分。その家来てくれてる子とかも、でもなかなかな、嫌やと思われてるかもしれんやん、ご飯行こうとか言うのも。もうでも向こう断られへんやん、後輩って。まあ、多分気持ちが分かるからですよね。自分がそうだったんですか、後輩の時。なんか、うわ、いきなり誘われるのはきついな、みたいな、言う人もいるじゃないですか。いや、そうやな、うん、こっちも予定あんのにみたいな。そうですよね。でもむずいねんな。あ、でも私も誘えないです、後輩。誘われへんよな。断られた時がなんか恥ずいって思っちゃった。断られた時嫌じゃないですか。嫌っていうか、やっぱ恥ずい。いや、恥ずいと思えへんよ、うん、俺だから断られてよかったって思う時もあんねん。あ、なるほど、自分がまだその、いや、無理されてないな。なんか最近この後輩の子誘ってないな、うん、だからなんか向こうがなんかしたかなとか、俺に対してなんかちょっと嫌われたかなみたいな思ったらあかんなと思って、俺今日そんな気分でもないのに誘ったりして、ご飯行こっかって言って、ほんで断られたら、ああ、まあよかった、ね、そっちのホッとする。そうそうそう、あ、なんか今むずいね、いろんなこと考えなあかんから。あ、この世の中。この世の中が。まあ確かに、めっちゃ生きづらい世の中ですよね。でも、俺が誘ったらさ、嫌な時は嫌ってちゃんと言ってくれる？え、言ったらじゃあ誘ってくれますか？うん。あ、言います、じゃあ。なんか言わへんそうや。無理やのにさ、
でも、嫌な先輩、だって、普通そうじゃないですか。だって嫌な先輩に誘われたら、嫌だ、行きたくないと思うけど、いい先輩に誘われたら、たとえ予定があってもそれ嫌な人にさ、誘われて、嫌だ、行きたくないと思っても、行きますってさ、言うやろ？言うです、言うです。それが、嫌なんちゃうかなって、やっぱ思ってまうもん、行きますって言ってくれてるけど、みたいな。え、でも嫌な先輩じゃないじゃないですか。そりゃそう言うやん。わからんやん。でもその、まあ、その時、その日のその状況にもよるやん。でも逆を言ったら私が誘って、コカドさんご飯連れててくださいって言って、うん、なんか今日でもなんか普通に静かめがいいなっていう日もあるじゃないですか。うんうんうん、なんかめっちゃ断るよ。あ、よっしゃ。えよっしゃ。むずい、うん。あ、でも断、でもやっぱ断るでもそうや、きょんちじゃないわ。のぶこと仲いいんやんな。そうです、のぶこさんすごい顔がともらってな。だからそれで行こう、今度。のぶこと、はい。あ、そうそうそうですよね。焼肉屋さん行きましょう。のぶことのぶこの旦那と。そうそうそう。4人で。のぶことのぶこの旦那と、俺と内田がなんか行ったら、はい、俺と内田がなんかカップルみたいになれへん。うん、だからもうその時はそれ22の感じだね。だからその時はそのピンク着ていくんで、だからもうそれでいいじゃないですか。どういうことピンクなんか意味あるのこれ。だからピンク着る、はい、ピンク着る時はちゃんと女バージョン、ね。今日女バージョンやった。はい、女バージョンです。いらんよ、女バージョン別に。それで今度行こう。行きましょう。マジですよ、これ。うん。行こう。忘年会。新年会。本当ですか？新年会やな。嬉しい。それ行こう。あ、嬉しい。そろそろエンディング。寂しい。次回、内田さんがホストになるので。あ、ほんまや。そういう話。めっちゃ気になるな、それ。次誰とやるのかとかな。はい。喋りたい人とは。はい、次呼びたい人。いつも誰とご飯行ったりしてんの？実は、信子さんとか、うん、マイアンツさんとか。マイアンツ。マイアンツさん、ダブル決勝行った。すごかったな、マイアンツ。ねえ。やっぱ女子が多いんや。そうですね、女性の先輩が多いです。あとは、チャンピオンズ大崎さんとか。あ、大崎な。大崎なんかさ、はい、いろんな人が大崎とご飯行ってとか言うてるけど、うんうんうん、すごいよな、なんか大崎さん、本当面白いし、教えてくれるんで、結構尊敬系。菅ちゃんもそんなこと言ってたで。あ、菅野さんの師匠って大崎さんって言ってたんだね。そうやろ、なんなん大崎。なんか結構すごい人らしいです。あ、そうな、はい。まあ確かに、だいぶおもろいもんな。めっめっちゃ面白いです。なあ。大崎。ああ。やばい。だから次、楽しみにしたら誰を読んで、数珠つなぐのか。誰が、なんか、リトグリですかね。来てくれへんって。はい、すいません。またボケちゃった。じゃあ、ドクターコパさんで。なあ。ラッキーカラー教えてもらってな。はい、見たいよ、それは。そうですか。どうでした？今回、はい、これやらせてもらって本当にもう普通に喋っちゃいました。うちのスペシャルハータミンではなく、うちのハルミとして喋っちゃいました。うちのハルミっていうのやだバレちゃった。そうです、晴れに美しい、春に海で。あ、春に海なんや。はい、なんかすごいね、なんか芸名みたいな、はい、これもハルミ。そうです。へ、いい名前やな。いやいやいや、春に海、春に海で、春の海のようにたおやかな女の子になりますよ。うわー、ちょっとずれたな。そうなんです、ごめんなさい、親。親の考えからは。ごめんなさい、親。楽しかった。いや、すごく楽しかったです。楽しかったです。が、コカドさんとはまた、プライベートでご飯に行ける気がします。コカドさんが誘ってくれる？はい、コカドさんが誘ってくれそうな気がします。あ、ほんま？うん、ぜひお願いします、ね。こっちこそお願いしたいです。ね、あのディズニーランド行ってもいいしな。え、行きましょう行きましょう。めっちゃ楽しいですよ、私待ち時間。私待ち時間めっちゃ楽しませる。楽しそう。私だって待ち時間で前に並んでる人を笑かせたりします。すごいな。おもろすぎて。おもろすぎて。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。嬉しい、楽しかった。もう終わりですか？もう終わりです。寂しい。ありがとうございました。なんか、この企画を考えてくれた人、ありがとうございます。っていう感じです。なんか、うん、普段、なんか、自分が見せてはいけないと思ってた面を、コカドさん喋ることにより、割と素を見せれたかなと思います。なんか、売れてないのに素とか見せてすいません。でもなんか、すごい楽しかったです。コカドさんすごい優しい方で、聞き上手で、私結構喋っちゃって、私ばっかり喋っちゃって、コカドさんのでも深い話も聞けたので、
すごくいい会でした。ありがとうございました。次私がホストになるわけですよね。とりあえず本当にちゃんと喋ってみたい人を、こんな感じでなんか素で普通にちゃんと喋れる人をホストとして迎え入れたいと思います。以上、ありがとうございました。